先日行われたソニーキックのフィギュアスケート男子シングルで見事日本人初の金メダルを獲得した仙台出身羽生結弦選手からのメッセージです。こんにちは、羽生結弦です。皆さんの応援のおかげで金メダルを取ることができました。本当にありがとうございます。本当に嬉しく思います。ベガルト仙台は今年で創立20周年になります。僕もこの町に生まれて今年で20歳になります。同じ月日を過ごすことができて本当に嬉しく思いますし、これからもずっとずっと応援していきたいと思っています。ベガルト仙台の選手の皆さん、そして世界一のサポーターの皆さん、一緒にスポーツで仙台を盛り上げていきましょう。僕も頑張ります。ありがとうございました。金メダルを獲得した羽生選手に改めてどうぞ。